こら、授業中だぞ。あれ、飛び降りるんじゃ。何これ。しよう。マジ。こら、座ってろ。出て行くな。嘘でしょ。鈴井。鈴井。鈴井ちょっと行こうよ。おい、授業中だぞ。しよう。こいつらクソだな。誰か付き添いを。教職員の方いらっしゃいませんか。私は担任ではありませんから。こういうのは校長が。行きます。早く。どうして。教室に戻りなさい。あいつ三島なんか変じゃね。今度こそ吐かせてやる。一旦教室に戻るんだ。他の生徒もまだ返さないでください先生方。痛いって。なんで逃げたんだよ。逃げてないし飛び降りてんだぞ。やめてくれよ。そうだよ、別にお前締めようってんじゃねえ。チクったとかも言わねえから。鈴井は、鈴井は鴨志田先生の呼び出し受けてた。なんだそれ。教官室に俺何回か鴨志田先生に呼ばれてたから。俺や鈴井だけじゃない、他の部員も。先生機嫌が悪いとご指名で殴るんだ。やっぱ体罰マジだったわけか。でも鈴井、昨日特にヘマしたとかじゃないのに急に呼び出されてて、鴨志田先生すごくイライラしてたから。人は
つもよりひどいこと。まさか。あんな野郎。は。何しやがった。なんだいきなり。しらばっくれんな。いい加減にしろ。あれが指導なもんかよ。なんだと。俺はここに鈴井を呼べって命令されてたんだ。きっとここで鈴井は。証拠もないことをペラペラと。要はレギュラーになれない当てつけだろ。そんなんじゃ。100歩譲ってお前の想像通りだとして何がどうなるんだ。たった今病院から連絡が入った。意識不明で回復は絶望的。そんなやつが何を訴えるって。もう回復の見込みはないってよ。そうに。嘘。またそれかよ。ならもう一度正当防衛が必要だな。うっせんだよクソが。なんで止めんだよ。けどよ。ほほ。お前が止めるのか。驚いたな。遠慮しないでやれよ。あ、そうか、やれないか。まあそうだよな。ここにいる全員退学だ。次の理事会で吊るしてやる。そんなこと簡単に決められるわけ。こんなクズどもの言うことを誰が本気で取り合うか。三島、一緒に脅迫してきたお前も同罪だからな。才能もないのに部に置いといた理由分かってなかったとはな。それに一緒に被害者面してるけど前歴のことバラしたのお前だろう。ネットに書き込みしたんだよな。ひどい話だよ三島。言われて仕方なく。さあもういいだろう。退学だ退学。お前らの将来俺に奪われて終わりってわけ。分かったらとっとと出てけ。こんなやつのせいで。お前そうか、あれか。はあ、頭どうかしたか。クズの言うことはよくわからんが、やれるもんならやってみろ。処分を待つしかないだろうがな。もたもたしてらんねえぞ。さっさとあの世界行ってあのクソ野郎をぶっ飛ばさねえと。ぶっ飛ばすんじゃなくて歪んだ欲望を奪うんだよ。覚悟はできたってことでいいんだよな。例の廃人になるかもってやつ。俺はできた。あいつのせいで人が死にかけたんだ。もうどうなのか知ったこっちゃねえ。お前は習い
そういやさ、パレスを消滅ってやっぱ大変なのか。試したことあるんだろ。いつそんなこと言った？は？は？知ったかぶりかよ！大学って噂になってる。またか、鴨志田の野郎。んなこと言いに来たのかよ。鴨志田やるなら私も混ぜてよ。志保があんな風にされたのに何もできないなんて嫌だよ。お前には関係ねえ。首突っ込むな。関係なくない。志保は私の。邪魔すんなって言ってんだ。容赦ないな。あんなとこに連れてけるかよ。思い詰めなきゃいいけどな。いざってなると女の方が大胆だったりするもんだ。さっさと鴨志田やりゃ済む話だ。今から行こうぜ。こっからは向こうに入った途端に怪盗扱いだからな。気合い入れてけよ。